Short Drama Channel, an actor's passion for acting. Good actor! というわけで、今回なんですけれども、これです。ドッキリ。このチャンネルで初のドッキリ企画をやりたいと思うんですが、今回の、制作する短編ドラマがですね、ドッキリをテーマにしておりまして、人は騙されるとどういう心情になるのか。みたいなことをテーマに、ドラマを制作していくんですけれども、その演者にですね、今回はドッキリを仕掛けていきたいと思います。どういうドッキリかと言いますと、実はあそこの扉の奥にですね、倉庫があるんですね。はい、まあ物置部屋みたいなところなんですけれども、話をしているとそこの奥からどん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 と変な音が聞こえると、何なんだっていうのを伏線で振っておいて、後で個別で呼び出して、見に行ってもらう。そして見に行くと、なんと長崎先生が、出てくるとそういうドッキリです、その前に長崎先生がね、失踪したということを伝えて、こう伏線を張っていくわけなんですけれども、皆さんどういうリアクションをするのでしょうか。楽しみですね。はい、はい、では行きましょう。グッドアクトでは行きましょう。グッドアクト。はい、ではおはようございます。おはようございます。じゃあ今日からね、台本、始めたいと思います。はい、今日長崎先生いないんですか。じゃあね、今回の題材は、なんとドッキリがテーマになってます。難しそう。ドッキリの、まあ台本。伊勢くんは、はい、まあ空港の恋人っていうね。はい、設定で、5年間のことを付き合って役柄はそんな感じです。まあまあちょっと早速読んでみようか。よーい、はい。空港にプロポーズしようと思ってるんだ。いいじゃん、おめでとう。不安なんだ。プロポーズ成功するかな。本気だ。なんかさ、最近多いんだよね。え、これですか。なんか、倉庫になった。おいおい。なんか、なんか心霊現象とか。え、ちょっと、嘘、絶対死んでいい現象じゃん。ほら、人もいないんですよ。えー、大丈夫ですか。大丈夫じゃないでしょ、どう考えても。うまいです、めっちゃなんかうまっとるするわ。はい、じゃあふざけないでようかな。はい、はい、よーい、はい。ふざけないでよ。フーコの気持ちはどうなるの。そこはね、もうちょっと強めに言おうか。はい、抜けそうから。よーい、はい。あ、ごめんね、指出した。あ、ええ、うん、なぜか。いや、実はさ、長崎先生がさ、失踪しちゃって、まあ、失踪ってちょっと大げさなんだけど、なんか、はいはい、なんか連絡つかなくて、ここ2週間半ぐらい。ああ、まあ知らない、なんか聞いてない。じゃあでも連絡
ちゃんとする人ですよ、ね、でもそこら辺はね、はい、うん、何も聞いてないんですけど、うん、え、2週間まあ別にね、はい、大丈夫だと思うんだけど、はい、なんか様子がおかしいとか、なんかあの個人的になんか聞いたりしたかなと思って、ちょっとそれだけ聞きたかった。いや、なんかさ、最近体調悪いみたいなこの前入ってた1ヶ月前ぐらいですけど、なんか言ってたんですけど、いや、なんかすぐ下痢になるからさ、はい、あああああ、また何ちょっと見に行った。さっき見てましたよね。いや、まあ何もないんだけど、はい、奥の方までは見てないかな。いや、俺こういうの苦手なんだよね。もし、はい、なんかそういう心霊とかそういうの、僕も結構お化け苦手なんですけど。そんなの？いやいやいや大丈夫。まあ何もないと思うけど。はい。これそこに懐中電灯あるから。はい。何もないみたいですけど、ちょっと奥の方まで。それでね、はい、実はなんだけど、あの、はい、長崎先生がさ、はい、失踪しちゃったの。え、それなんかこう、ご家族の方に連絡とか。いやいや、そんな大げさなことじゃん。いや、え、どのくらい。いや、まあ、いやだから連絡つかないぐらい、2週間前。え、なんか、あの、家探しに行ったりとか。いやいや、まあそこまで家は行ってないけど。やばくないですか。いや、まあ連絡つかないっていうだけで、まあもうちょっと様子見て。え、前にもそういうことがあった人なんですか。いや、ないない。え、それやばくないですか。なんか事件とかに巻き込まれてる。いや、そんな大げさじゃない。わかんないですよ、人は。見に行って。え、私が、うん、いや、一緒に行きましょうよ。いや、狭いからさ。とりあえず、後ろがついてるから。え、うん、いやいや、うわ、私行くんですか。いや、何もない。え、だと思うんだよ。何もないよ、逆に。俺が見えてないだけかもしれないし。え、ちょっとやめなさいよ。俺、そういうのないから。あ、そこに、あの、懐中電灯。え、やだ。ね、本当に行くんですか。やだよ。なんか見える。いや、結構暗くて何も。懐中電灯つかない。ええー、もうやだ。ちょっと奥の方の見てくんない。俺も見てなくて。そこね、だってもう暗いもんやだ。ドッキリ大成功。
した松田さん。めっちゃ怖かった。いや、おかしいと思ったんですよ。だって2週間も失踪して、今まで失踪したことがないって、2週間も失踪して連絡しないのがおかしいと思ったんですよ。荒崎先生が、はい、2週間半ぐらい前からちょっと連絡取れなくて。2週間半ですか、うん、携帯、携帯も繋がらない、もう直立だし、はい、まあ、警察、うん、まあだから警察、ねね、これもちょっと怖いですね。関係ある。あ、何これ。見に行って、それがね、いいんですけど、めっちゃドキュア。霊感ないで。霊感、いや、霊とかじゃないと思うんだけど、まあ、俺も霊感ないし、まあ、見るだけです、ね、じゃあ、見るだけなら全然余裕です、ね、あそこが懐中電灯ぶら下がってるから、そんな奥までですかって、うん、いや、奥まで行ってほしいんだよ。何もないと思うけど、あ、でも何もないですよ。奥まで行く必要ないですよ。いや、ちょっと懐中電灯でさ。怖、あの、霊感はないんですけど、すごいビビりなんですよ。心臓が今ちょっと痛いんで。いや、大丈夫大丈夫。大丈夫ですか。俺が言うのも変なんだよ。これ使いか、あ、ここか。じゃあまあ、行ってきます。うん。あ、ちょっと狭いな。長崎先生が死んどいたい。はい、というわけでドッキリ大成功。すごい。はい、はい、どうでしたか、西田くん、ドッキリ、初ドッキリ。なんかはめられるとは思ってなかった。どう、そういえばその人生の中でドッキリってあった、はい、なあ、いや、なんか誕生日ドッキリみたいな感じなのはありましたけど、ね、うん、驚いた、これ。いや、なんか暗闇で見えなかったけど、なんか人の声が聞こえてきて、そっちに驚いて、うわーみたいな。松坂はどうでした？私は本当に怖かったです。本気ですごい必死に逃げすぎて、ドアノブに引っ掛けましたね。見事に破れましたね。したね、これ。はい。まあそれぐらいビビったってことですね。はい、マグロみたいな感じだった。釣れちゃったか。釣れちゃったんだよ。誕生日ドッキリはされたんです。すごい嬉しかったんですよ。だからドッキリって結構いいイメージあったんですけど。全然そんなことはなかった。結構気分悪い。いや、でもホッとはしてますね。まあ長崎先生も死んでなかったし、あ、はい、ね、同時で何よりです。ありがとう。ありがとう。なんだこれ。ありがたいのかな。竹下さんはどうでしたか。竹下さんは竹下さん。そうですね、まあ、終わった時の上半身の力の抜け具合が半端なかった。安心感が分かりづらいかもしれないですけど、すっごい力が出ました。逆にドッキリで良かったっていうあります。これを見た瞬間、やっぱりやっぱりな。はい、まあ、なかなかね、こういう形でね、人生の中でドッキリをされるっていう経験ってなかなかないと思いますけど、今回の短編作品はこのドッキリがテーマになってます。ですので、その役作りのために今日はドッキリを皆さんに仕掛けたと
という流れなんですね。だからこのドッキリを仕掛けられた心情を実際に体験してもらってですね、それを役に生かしてもらおうという魂胆ですよ、はい、それが目的、はい、っていうことです。どうですか、いい演技できそうですか。どうでしょうね。もう今の感じがもうポッとしか、ポッとしかまだこう興奮冷めやらぬ状態、肩すっごい疲れてます。というわけで、はい、今回はドッキリ企画ということで、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。このドッキリドラマ、はい、皆さん楽しみにしててください。せーの、グッドアクト。イエーイ、ドッキリ大成功。ショートドラマチャンネル、An actor's passion for actingJapan's passionate video and movie distribution website, Channel Garage. Produced by Production Garage.